どうも爆オタク亮です。今回はブレイキングダウン10バンタム級トーナメントについて、いよいよ設置されたブレイキングダウンのベルト、誰が手にするのか非常に楽しみなところですが、今回選抜された8人の選手が早くも1人脱落してしまったということでご紹介します。ブレイキングダウン、今回脱落する選手が判明したのは、団地面田舎のカリスマチャンネルおよび団地面敦樹選手の個人チャンネルですね。団厚選手は今回のバンタム級トーナメントへの思いをしっぽりと語っていましたが、その中で対戦相手は当初は西島選手だったけど、西島選手が怪我をして欠場ということで、代わりに歳三選手が対戦相手になりましたと、しれっと重大報告していました。体格差はあるとはいえ、弾圧と西島選手の空手対決は結構見たかった人も多いと思います。またどこかのタイミングで組まれるといいなとは思いますが、西島選手は 9.5 で歳三選手と戦った時に顔面が骨折してしまいました。で 9.5 から1ヶ月後くらいに体を案じてブレイキングダウン10はお休みしますとツイートしていたんですよね。しかしそのツイートをすぐに後から消していたので、なんだかんだ出るのかなと思っていましたが、対戦相手の団地面一同が言うなら結局今回は出ないということですよね。ただオーディションのボリューム5が公開されると、西島選手はブレイキングダウン10みんな見てね、そして明日ブレイキングダウン10について重大なご報告があるのでお待ちくださいとおっしゃっており、なんかいい報告をしそうな雰囲気もあるんですよね。西島選手はミクルド兄貴が出場することで話題のファイトクラブのオファーも来ていたらしいので、別の試合が決まりましたとか言いそうな予感もします。ともかく今回は西島選手の代わりに歳三選手が出場するということで、歳三選手がスポンサーを募集していたこと、そして来たやっぱ俺は持ってるなと2週間前に発言していたことが腑に落ちました。正直弾圧と歳三選手では実力差があるように見えますが、弾圧選手は1ミリも油断せずボコボコにする、格の違いを見せると意気込んでいたので、今回もしっかり斬新を見せてくれることでしょう。また別件ですが、先日弾圧と会津の伝説が Twitter で揉めているという動画を出しましたが、団地面チャンネルではそちらについても触れており、弾圧は乱闘自体は嫌いじゃない、むしろ見る分には大好きだと語っていました。しかし椅子事件に関しては話が変わってくるし、俺の坊主は何だったんと軽率な発言をしていたことが許せなかったそうです。弾圧の指摘に対して久保田選手は「しゃべんな」の一言で終わらせていましたが、その後「ダリーメンチマン小田の前にやろうかな」とも発言しており、メンチマン全員を敵に回していましたが、それに対し団地面のリーダーが「俺でも余裕で勝てる」と意気込んでおり、これは団地 vs 会津の対抗戦が近々開催されるかもしれませんね。団地面のリーダーの方はあのアウトサイダーのレジェンド関谷さんの頭蓋骨を陥没させるほどの実力を持っていますので、この団地 vs 会津の対抗戦非常に楽しみです。ということで、何はともあれ激アツのバンタム級トーナメント目が離せませんということで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いしますということで、バイバイ。